はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです、ファイアープロレスリングワールド、国際プロレスシリーズ、ライブ配信始めていこうと思います。こちらですね、1981年1月に開催されたニューイヤーパイオニアシリーズの第3回目ですね。今回は1月11日鹿児島県指宿市大会と1月12日宮崎県高鍋町大会、九州の、大会をお届けいたします。あの1月10日には日向市大会をやったんですが、高鍋はあの日向と宮崎は途中なんで一度指宿に行ってからちょっと高鍋に戻ってくるっていう効率悪いサーキットとなっており、やっぱり当時の国際の苦境がうかがえますね。ということでやっていきたいと思います。配信はいつもの通りツイッチで行っています。ぜひツイッチのアカウントフォローお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー and チャットコメント please。2日後に YouTube でアーカイブをアップロードいたします。プレミア公開いたします。 YouTube のチャンネル登録高評価お願いいたします。 This live アーカイブアップロード My YouTube チャンネル2 days after My YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド and グッドボタン please。旧ツイッターである X のアカウントを持っております。ぜひフォローお願いいたします。リポスト、いいねもお願いします。ツイッター X、マイアカウント、ビジット&フォロー&リポスト&グッドボタン、プリーズ。はい、では、やっていきましょう。まずは、1月11日鹿児島県指宿市大会ですね。冬木宏道対大山活動のシングルマッチ、こちら大山が勝利をしております。まあ、大山先輩ですし、冬木はグリーンボーイでしたからね。第一試合だよな。ミスターチンだから20分一本勝負。はい、では行きましょう。冬木宏道対、大山活動のシングルマッチです。始まりました。はい、昨日のですね、昨日というか今日未明のこのハイプロのリーグ戦、BGV 流していたんですが、そちらで途中でですね、フォロワー数がついに45人になりました。ありがとうございます。50人まであと5人ですね。いや、50人なんて先のことだと思ってたんですけど、いや、いよいよ近づいてまいりました。非常に嬉しく思います。今後もフォロワー数および視聴者数を伸ばしていきたいと思います。動画の数をどんどん増えていくので、アーカイブも残しているのでぜひご覧ください。YouTube もアーカイブの残しておりますのでぜひご覧ください。
おっと、ジャマ投げっぱなしすごいな。またアカウントフォローいただければ嬉しく思います。ストッピング、おっと、まあこのモデルがやっぱりもっと成長してるサムソン冬季時代のモデルですからね。ラリアットパワー上がりますね。追山相撲出身、追山活動、大気合戦、ギロチン、エルボー。指宿は温泉の町ですね。あの砂場に潜る、海岸線の砂に潜ってなんか砂浴を楽しむ温泉で有名です。え、今なんかすり抜けていったよ、サイドバスター。そしてコーナーポストに群れ場決まらない、おりますね。素直に深追いはしません。さあ、これを冬季がパイルドライバー、ストンピングを2発、ラリアット、ラリアット、カバーに行きます。 2.9、 高さ抑え込み 2.9、 エルボー、何やっと、高ささえ込み 2.9、 高ささえ込み 2.9、 そしてラリアット、ブレンバスターとはならず、エルボードロップ、ジャーマン、綺麗に決まりました。3カウント、やっぱりキャリアがシーツと違うので、冬季が勝ってしまいます。このとこはやっぱり実際と違うところですね。ということで試合評価も高く 96%、確かにいい試合だったと思います。ちなみに1を消すと、なんでや関係ないやろというわけです。いきましょう。そして次ですね、次の試合がエテラニシイサブ対、ジ・インベーダーロベルト・ソトですね。こちらの試合になります。
チインベーター2号か。で、合ってるよな。はい。音楽変えて30分かな。何分だろう。30分ですね。30分一本勝負。では行きましょう。寺石勇対、ジン・インベーダー中のシュトス、ロベルト・ソトのシングルマッチです。比較的軽快な試合が繰り広げられそうな予感がいたします。カバーに行きますが、これはカウントなしで返します。インベーダー、そういえばこの動画の前に浜口と1月20日の1月20日かな、21かな、和歌山県白浜町大会で行われた浜口対ジ・インベーダーの戦い見ましたね。こちらコブラツイスト風のなんかジャベで浜口が、インベーダーからギブアップ奪ってましたね。まあ面白かったです、はい、浜口をすごい動きもいいのでぜひ探してみてください。長打する、さあ足を攻撃、10分を経過。
高さ抑え込み。さあ、これは三角締めだ。2.9 惜しい。おっと、ストマックブロック。カウント2。カバーに行くが 2.9。2.9。おっと、丸め込んだ。スリーカウント。決まってしまいます。ということで、スクールボーイで、ジ・インベーダー、ロベルト・ソトの、勝利です。次行きましょう。次はですね、アニマル浜口対マイクジョージのシングルマッチですね。リーグ戦じゃない試合です。こちらはシーツではマイク・ジョージが勝っておりますね。アニマル浜口、OK、でマイク・ジョージか、外国人は、こちらですね。それは30分かな。それでいきましょう。アニマル浜口対マイク・ジョージのシングルマッチです。静か立ち上がり。
さあブランドヘッドロック、さあ続き3発エルボーです。顔面攻撃、カバーに行きます。これはカウントなし。おっと危険なブレーンバスター、ブランドヘッドロック、コブラに行きます。マイクジョージ、ブランドヘッドロック、仮設攻撃、スタミナを奪っていきます。パンチ、エルボーからパンチを一発、ブレーンバスター、素早いアニマル浜口を攻撃、さあこの後、ルーテーズ杯ですね、B ブロック予選、鶴見五郎対ベン・アレキサンダーが控えております。ヘッドバット、鈴木光益、マイク・ジョージ、コブラツイストに移ります。パンチ、エルボーからストンピングカバーに行きます。カウント2、おっと丸め込んだ浜口、カウント2、バックドロップ、やられました。アムニアルだ、キックで追撃を防ぎます。飛びますかね、これ飛びますね。あと飛ばな、飛ぶっていうよりはエプロンからチョップを打ちましたね。おっと場外長い、おネックブリーカードロップ、マイクジョージ、さあ浜口を戻ってきます。ダブルアームスープレックス、ネックブリーカードロップ、カバーに行きます。 2.9 危ない、危うしい浜口、おっとショルダーバスターだ、これはどうだ浜口、カウント2で起き上がります。さあ浜口逆に振って、だから何もできない。浜口、おっとジョージどうするのだ、ロープに振った、あっとだが浜口の勝ち。そしてバックフリップ、すぐマイクジョージを戻ってきまして、12分をもすでに経過、またショルダーバスター、さあカバーに行く、 2.9 なんとか肩を上げます。アニマル浜口、ダブルアームスープレックス、バックを取ってアトミックドロップですね、パンチを打つ、さあ振って、これはドロップキック、比較的低い、あの飛距離、飛び位置のドロップキック、パイルドライバーです。
タックル、これ腰あたりを狙ってるかもしれないですね浜口は。続いてブルドキングヘッドロック、さあフラフラ来ておりますマイクジョージ。浜口チャンスか、だが浜口場外へ押し出されてしまった。持ってまいります。浜口ボディスラム、ただいいパンチ、ヘッドパンチ、ヘッドパンチ、ヘッドパンチですね。鈴木攻撃、攻撃は両方とも散発的になってきましたが、ここでマイクジョージな、立ち上がったのはアニマル浜口。マイクジョージのバックドロップがあったんですが、浜口の方が先に立ち上がりました。タフです。浜口ボディスラム、そしてヘッドバットですね。そしてブルドッキングヘッドロック、ここでカバーに行けない浜口。場外へたびたび場外やって間を取りますマイクジョージ。こういうとこはさすがインサイドワークと思ったら丸め込む。 2.9 惜しい、インサイドワークに長けたマイクジョージです。おっと、さあマイクジョージ振るエルボー、バックアンドエルボー、そしてダブルアームスープレックス、鮮やかに決まったがマイクジョージカバーに行けない。すぐカバーに、これは勝負を大きく分けることになるか。長時間、おっとパワースラム決まったか。 2.9 浜口大きい肩上げます。おっと逆に浜口が丸め込む、カウント2、熱戦になっております。互角の戦い、エルボーキックです。浜口エルボーです。さあここなポストからダイビングエルボーです。ああ怪我に泣かされたリスリング人生となりましたアニマル浜口。さあ今はジムの更新、ジムを経営して次々とプロレスラーを送り込んでおります。マイクジョージカバーに入った、カウント2、まだ続きます。サイドスープレックス、これは鮮やか、逆にバックリップマイクジョージたまらず外へ。おっと浜口追いかけていくが、ここで場外で、これはダメージが大きい。おっと浜口今度は鉄柵に打ちつける。おマイクジョージもお返しだ。さあまだまだ続きますね。ダブルアームスープレックスマイクジョージ、カバーに行かない、どうしたんだろうな。おっとパワースラムみたいな感じだが、フラフラしているので浜口もカバーに行けません。さあ浜口パイルドライバー、鮮やかに決まった。なぜかカバー行かないですね。デッコニカドロップ、カバーです。ここで決まったか、3カウント。浜口非常に熱戦でしたが、互角といいますか攻防、いい意味だよ熱戦でしたが、最後はジャンピングネックブリカードロップ、大技を決めたアニマル浜口がマイクジョージを、あのシーツとは反対に、破りました。さあ次です、いよいよ、ルーテーズ杯、ルーテーズ杯の予選リーグ B ブロックとなります。鶴見五郎対ベン・アレクサンダーですね。ベン・アレキサンダー、今日は緑で行ってみよう。
20分です、こちらの試合は。ロックチェックあり。20分、なおですね、このルーテザハイのルールですが、引き分け、これ両者リングアウトも含めます。引き分けの場合は、再試合ということになります。延長ということになります。実際この試合はですね、両者リングアウトだったんですが、延長再試合ということになりまして、鶴見が、ベン・アレキサンダーを破っております。そんな、鶴見五郎対ベン・アレキサンダーのルーテーズ杯予選 C ブロックの試合をご覧ください。B ブロックか。パンチ。さあ20分ですが、20分で決着つかない場合は延長となります。画面かきむし、レフェリーはルーテーズ。カバーに行きます。さあ両方ともちょっと余計ながらの試合になっておりまして、まだ有効打与えられていない状況です。様子を伺いながらの試合ということか。あとはおっと、お弓矢固めですね。ボーアンドアロー、弓矢固めかな、駒固めですかね。唾液の打ち合い、お互いダメージが蓄積されていく。さあチンロックに移行です。ルーテズ杯予選 B ブロック、ツーミゴロー対ベン・アレキサンダー。運命の1981年となりました。カバーに行きます。カウント2、アレキサンダーがカバーだが跳ねのける DDT。 そしてデスバレーボム、鶴見ブリーカーです。腕を殺しかかります。 DDT、 ベンアレキ、この DDT は結構強烈。さあやっぱり20分という意識した試合になるのか。ラリアット、エルボート、そこで決めてまいります。マッハタンドロップ、あとテーズプレス、テーズの目の前で、テーズプレス、あっとそのテーズに当たった。
さあまたアウブリーカーだ。おっとちょっとベアニキさんだ、息切れが見られるか。ラリアット。デスバレーです。さあカバーに行きますが、カウント1で返す。まだ、2には余裕がありそう。おっと3カウント、あっさり終わってしまいました。あっさり、木村がファイアンマンズキャリーバスターで、ベアレキサンダーから勝利を奪っております。さあ、いよいよメインイベントとなります。メインイベントはこちら、ラッシャー木村マイティ井上対、ボブスイータン、ジムスターでですね。スイータン、ジムスターはいたよな。ボブスイータン、いたいた。さあジムスイータンって、インターン2だ。はい、では行きましょう。ラッシャー木村マイティ井上対ボブスイータン、インターン2としてかつて来日しました。ジムスターのタクマチです。
さボストンクラブ、さあ、スイータイタビシダブルのブレンバスターを食らう井上、場外へ井上、ブレーンバスター長い、ちょっと捕まってる時間が長いぞ井上、もうなんとか戻ってきた。ファイプロはこれがあるからな、ファイプロワールドは。さあここで、木村にタッチ、エルボーです。バックドロップ、ラリアット、さあボストンクラブです。ロープに振ってコブラツイストですね。ヘッドバット、カバーに行きます。これはスイーターがカット打ちます。さあ、これでノイタッチ、意味ない攻撃、剣にガンナ井上とスイータンだと思われます。さあレクロック、これは木村がカット、おっとスピングとホルド、パンチを打つ、入り乱れている、これスイータン2人を相手にしないといけない。さあグランドヘッドロック、スター入ってこないですね、乱入カットに。さあボストンクラブ、しかしスター見てるだけ、スイータンとスターの連携はどうなのか、関係は。さあバックじゃない、アトミックドロップ、スイータン一人でパンサップを見せます。おっとローリングセントーンから木村の首4の字、うん、でもどうしたんだ、ボストンクラブ。でもスター本当に動きないですね。いや、そんなバカな。ダブルをブレンバスター。でも別にカット禁止のあれしてないよな。さっき日本がカットプレーあったからな。さあ、4人とも場外。スイーター戻ってきます。これ木村かな、権利があるのは。いや、井上か。いや違う、スターが外国人側は権利があった状態です。マハッタンドロップ、さあ、井上にタッチ、井上とスター、スターバックドロップ、おっと自爆です。井上サイドバスター、さあスイータンに渡します。ショルダー、さあヒットバット、プロコナポストへ打ちつける。さあさらにストッピング、ラフな攻撃は目立ちますボブスイータン、おダブルをブレーンバスター、
木村とボブスイータンでしょうかね。ずれてます。おっと井上が飛ぶ。その間に空中殺法が見られました。さあスイータンからスターにタッチ。木村とスター、パイルドライバー。スイータンが外へ追い出す。さあここ井上はスイータンに、スターに気を取られている。さあこれ井上、木村危ないぞ。あまりスイータンにこだわると権利があるのはスターです。持ってきた。おっとブドキングヘッドロック。コーナーを、自分コーナーをうまく利用しております。自分スター。さあこれも木村は井上たち。さあ間もなく20分ですが、一進一退の攻防となっております。さあこれも権利が井上にありますが、外国勢はスイータなのでちょっとそこにこだわると危ないが戻ってきましたね。ジャンピングパイルドライバースイータカバーに行きます。さあこれは 2.9 井上危うし。おっと今投げてしまって井上に当たってしまいました。上がらない。ギバースへ返す。またドロップ。怪力の持ち主ボブスイータ。ボディスラム。権利があるのは木村。木村対、ジムスター。カバーに行きます。これはスイータンがカット。ダブルのブレンバスター。これ鮮やかに決まりました。日本側連携攻撃。さあ、スターからスイータンにタッチ。ブドキングヘッドロック。さあフラフラしておりますスイータンですが、バックブリーカー。おっとジャッピングパイルドライバー。これは井上がカット。さあそこに木村バックドロップ。さらにダブルのボディスブレーンバスター。お逆にスイータンがブレーンバスターと大技が続きます。サイドバスター、バックブリーカーですね。バックドロップ。おっとサマーソートドロップ。ラリアット。さあ井上とジムスターですね。今権利があるのは白い覆面インターンの格好です。実際は素顔では来日だったんですが、このシリーズはインターン時代の白覆面になっております。長い試合になってますね。25分をもう超えております。ネックブリーカードロップ。場外へなんか戻ってまいります。この辺は井上冷静。フライングクロスチョップ。カバーに行きます。おこれは 2.9。 そしておっとブドキングヘッドロックをスターが決める。バックハンドエルボー、エプロン越し。さあこれは井上か木村にタッチ。井上が動いてますね。
まあ、権利があるのは木村とジムスターかな、いやスイタンですね。場外へ上位危険、そこ井上が阻止にかかる。ブレーンバスターブードキンヘッドロック決まりまして、カバーに行きます。これこちらコーナーチャンスです。だが 2.9 でスイタン自力で起き上がる。ヘッドバットスイタンパイルダイバーカバーに入ります。おっとカット間に合わず、井上のこれジムスターが、木村をジャンピングパイルドライバーで、3カウントを奪ったということになります。ボブスイータンか、失礼いたしました、ボブスイータンですね。さあ続いては1月合ってるか1月12日、宮崎県高鍋町大会ですね。古木博道対、ミスターチンのシングルマッチということになります。ミスターチンっていたっけ、外敵サイド、外敵サイドにいますね。15分ですね、第1試合なんで。では行きましょう、サムソン・冬木、冬木ひろみち対ミスター・チンのシングルマッチです。さあミスター・チン、あの旧日プロ時代から出ている当時でもベテランとなっております。もちろん人工透析を受けながらですね、リングにも上がっておりました。それが FMW 時代だったかな。病を押しながらリングに命を捧げた人生でした。アウト2ランドヘッドロック、
バックドロップ。水平チョーク。ハーフボッソンですね。さあ、アームロックですかね。場外へ風紀巻き投げ一戦。さあちょっと場外での時間が長いぞ。実策に打ちつける。バックドロップ。うわこれは危険。ジャーマンかな。さあこれダメージがちょっと心配ですが、チンが丸め込む。カウント2。巻き投げ。おっと、これはねフロントネックチャンスリーですね。大技。おっとその直後にフューキーがカウント2。ノーザンライトスープレックスかな。ラリアット。再びフロントネックチャンスリー。お、バーッ高速ジャーマン。バックドロップ。さあ 2.9ザ・ライトスープレックスホールド。惜しかった。そしてバックドロップミスターチン。だがホールに行けない。フロントネックチャンスリーだ。合戦からラリアット。流してスピンキック。フライングメイヤーからコーナーポスト。手刀落とす。逆にエルボーで返すミスターチン。おっと丸め込んだ冬木。スリーカウント。15分のフルタイム直前に冬木が一瞬の電光石火ローリングクラッチホールドで勝利いたしました。さあ次の試合が高杉対菅原ですね。日本人同士の戦い。20分だな。行きましょう。高杉正彦対菅原信義のシングルマッチです。
カマに行くカウント2。トムのフライングボディープレス、カウント2.9。さあまたエルボー、次々と攻撃していきますね。高杉の方が完全に押してる展開です。事実こちらシーツでも高杉勝利してますからね。おっとストマックブロック、カウント2。あっとブレンバスター椅子を取り出す高杉、あっと椅子攻撃、菅原戻ってきます。椅子を持ったまま場内へ、そしてここは菅原がブレンバスター、おっとボストンクラブ、ニックブリーカードロップ、高杉コーナーポストからダイビングボディープレス、決まりました。3カウント、最後は高杉ダイビングボディープレス、鮮やかダイビングボディープレスで貫禄の勝利となりました。続いてアニマル浜口対ジムスターのシングルマッチです。ジムスターはインターン2ですね。30分かな。では行きましょう。アニマル浜口対、ジムスタージインターンに2のシングルマッチです。さあこの後はですね、ルーテーズ杯 C ブロックマイティ井上対マイクジョージの、公式戦となります。力比べ、捨てる、
耐久合戦です。カバーに行きます。さあこれは超攻撃パンチ、カバーに行きます。超攻撃です。さあジムスターラフで攻めます。マンハッタンドロップ、そしてこれは黒攻撃ですね。ジムスター、さあトンカチまで持ち出したぞ。あっと直撃浜口を、このダメージはどうだ。さあ両者戻ってきました。お、落とす、2ドロップ、ブレーンバスター超攻撃。さあこれでやっぱり浜口のスタミナをどんどん奪っていこうという構えなのか。倒していきます。力に押されてる感じはありますね。さあこれ黒攻撃、パンチを連打、 ラフ殺法、STF ですね浜口。さあ今度は投げますが、マンハッタンドロップ、ジムスター、サイドバスター、ボディスラムです。さあ浜口戻ってきました。バックドロップ、カバーに行きます。カウント2、エルボーに入ります。画面攻撃、チョップから、これはバッカーフルネーソンですね。おっと、さあこれはどうだ、黒攻撃、浜口なんとか耐える、ヘッドバット、浜口ストンピングから、また STF、 さあ場外に追いませんね。ここジムスター、浜口戻ってきました。パンチ、おっとまた超攻撃、浜口をスタミナ奪いにかかる。おっとここで浜口がフォール、カウント1、完全にスターペースか。さあ決まってしまった、ラフによって押されたアニマル浜口、ジムスターに敗れてしまいました。ブレーンクローですね、クロー攻撃で、浜口ギブアップ。となります。さあ再びルーテーズイレフェリー戻して、20分にして、公式戦ですね。公式戦、マイティ井上対マイク・ジョージ
の一戦とシングル一戦となります。こちらシーツではマイク・ジョージが勝ってますね。マイティの上2連敗で非常に、ま、あの日本勢 の, 戦あの決勝との決勝進出の進出基準は次のシリーズを含めた、勝率で決まっていた、勝率上位者で決まっていたわけですが、早くも2敗をした前、この試合で2敗をしてしまいます。後がなくなってしまいます、マイティの上。さあ、そんな、苦杯をなめたこのマイク・ジョージとの公式戦です。カバーお、ダブルアームスープレックス。これはスピングとホールド。ヘルボン。ドロック。さあ、場外へマイク・ジョージ。
クレーンバスター。カバーに行きます。 2.9 2.9 ダブルアームスープレックスマイクジョージ行きます。 2.9 井上なんとか肩を上げる。2.9 こちらも丸め込む。カバーに入ります。 2.9 丸い込み合戦になってます。ダブルアームだがリバースで返す。そして決まった。スリーカウント。マイティ井上得意のスマーソルトドロップ決まりました。シーツとは逆に井上がマイクジョージを破っております。さあ本日、国際最後の試合です。少しお待ちください。最後の試合はタッグマッチとなります。木村、寺西組対スイータン、アレキサンダー組です、木村、寺西組が勝利しております。45分かな。はい、ではレフェリーは戻して柴田勝家、ラッシャー木村寺石勇組対ボブスイータンベンアレキサンダーのタッグマッチです。
さあ、これは攻めるクラッチ。さあ、沈黙。さあ、レクロック。タッチです。ボディスラム、チンロックです。さあ、これはコブラツイストだ。召喚攻撃。おっと、意味慣れているサイドバスター。カウントワン。逆さ抑え込み。
どうだ、カウント2。カウント2、バックドロップ。さあ、スイーターにタッチ。サイドバスター、アトミックドープですね。ありがとう。カバーに行きます。スリーカウント。木村さん、ラリアットで、スイーターを破り、日本側の勝利となりました。はい、ということで、こちらの公式戦はここで終わりです。1月12日ですね。19日で1週間間が空いてしまいます。岡山県笠岡市、そして翌日20日が大阪府立体育館ですね。さあ翌日、和歌山県白浜町大会となりますね。その後沖縄シリーズか。おそらく19、20でお届けするかと思います。21はまあやらないのかな。時間が空けば、試合数埋められば、21までやるかもしれません。はい、ということで今回は九州シリーズを中心にお届けいたしました。とエクストラということで、これで実際の国際プロレス振り返りは終わりなんですが、エクストラということで、よければご覧いただければと思います。違うんだ。三木さんだ、行ってみるか。白百合と。行ってみますか。さあ、ベン・アレキサンダが、登場です。
唾液ガスになってますね。ボディスラム白浮き玉白浮き場外へ竹刀を持ち出した。あと、だが竹刀を有効活用できない。さあ足を攻めていきます。さあって腕を攻撃最後足を攻撃。さあ力ではもうアレキサンダーが上回ってますからね。技とかインサイドワークで試合で勝負ですが、アームブリーカー再度足を攻めます。足に狙いを定めたか。足をローキックを多用してますしね。さあハーフボッソン足を狙いは今のところうまくいってるような感じはします。今度は頭ですね。どうする、ショルダースルーストンピング。蹴りです。そしてハーフボストン、DDT。さあ帰ってきて、さあサイドロープに振ってエルボーです。エルボー一発落とす。おっと、サイド足を攻める。かなり足ダメージがアレキサンダー蓄積している感じです。DDT カバーに行きます。カウント1で返す。サイド足倒して、やっぱ足攻めてるな基本白湯を攻撃って。で弱ったとこを下道クラッチとか丸め込み技ですね。超関節へそのまま決まってしまうケースもあります。お、これはあっと投げっぱなしパワーボール。試合を計量ですからね。あっと崩れ落ちる。おっと下道クラッチだ。カウント2、まだ早いんですね。おっと、あ、こ滑り落ちてしまった。ボディあブレーンバスターです。まもなく10分になります。さあ足4の字だ。試合に足を攻撃、エルボー、おっと丸め込む。カウント2、サイド足を攻撃。おっとテクドープギー、これは決まりましたね。さあそして足を狙う。そろそろ足が悲鳴を上げているのではないか。パンチです。試合売りにアレキサンダーパンチを打ち込む。ボディースラムカバーに行きます。
カウント2。おっと、そのまま起き上がれないうちに下道クラッチ。カウント2。さあ、そしてこれは股関節技だ。トラスキックカバーに行きます。カウント2。お、サイド、ヘッドロックですね。フェンスロックかな。足を攻めます。ありがとう。不発丸め込む。スリーカウント。これはうまい。ラリアットを打って振りが大きくなったところ、バランスを崩させてローリングクラッチホールドです。決めました。誰行くかな。ハングリーマン行ってみるか。ハングリーマンとベニー・アレキサンダーです。さあ、力比べ。ヘッドバット、超攻撃。おっと、椅子だ。パンチ。ボストンクラブ。おっと、口元を攻めてますね。呼吸。おっと、弾を持ってきて顔面攻撃。出血は免れてますね。また椅子だ。で攻めます。ストンピング、ボディスラム、エルボー。さあ、ここはアレキサンダーが頑張ってます。ヘッドバット。あっと、また鎌だ。だが出血しない。運がいいですね。ヘッドバット。また鎌ですね。出血するまでは出血です。あっと、レフェリーに当たってしまった。ストンピング。さあ、さっき出血した画面をかきむしります。さあ、ブレンバスターだが持ってきましたね。ロープに振って、あっと、ハイキックです。さあ、そしてチンロック、サイドバスター。サイド、サイドバスターです。エルボー。手続きを行動か。 DDT。 おっと、さあ、を塞ぐ攻撃。呼吸を防ぎます。あっと、転倒してしまうアレキサンダー。
おっと、椅子を持ってるぞとアピールです。さあレフェリーどう判断するか。お、来ませんでしたね。さあこれをエルボーです。おっと、もったいないですね。クレーンバスター、顔はしません、アレキサンダー。おっと、今度はバットを取り出した。絵で攻撃。やはり予想通り荒れた試合になってます。ラリアット、さあロープに振ってエルボーです。そしてまたも鎌で攻撃。キャメルクラッチ、パンチ。パッ、ラリアット、そしてまた鎌攻撃。パンチ、エルボーです。さあかなり疲労が見えます、レアレキサンダー。お、また軌道を塞ぐ。決まった。ハングリーマン勝利、ギブアップで勝利を奪いました。ハンティブルクロー、あ、いろいろいますが、どれにしようかな。ケレンミ行ってみますか。ゴツゴツした戦い。期待できそうです。何やっと。ロープに振ってもうショルダースライディングキックですね。スライディングキックじゃないな、これ田中正人がやってる技だ。おっと、ボストンクラブ、テキサスクローバーかもな。ヘッドバット、体をぶつける。ケレミないよ。おっと、落とします。53歳かな、だったかな。キッチンシーン。おっと、エルボーです。ベーダーハンマーみたいな感じですね。なんかパワーとやっぱり連打に押されてますね、アレキサンダー。おっと、まただ。ちょっと短時間で勝負つけようという考えが。テレミないよ。おー、まただ。攻めることしか考えてないな。国際説法ですか、よく言えば。見つかります。あーっと、ジャーマン投げ。スプレックスホールド 2.9、 4分も経たないうちに 2.9 ですからね。大気合戦、トップキック、どうだ、起き上がれない。チンロックです。
てスライディング、さあコーナーポストに上がれない、抜けすぎる、一回も成功してない、何やっとヘッドバット、さあコーナーポストにあえてストンピング、ジャーマン投げっぱなし、フットスタンプですね、これアウトするのか、サイドバスター成功、そして足4の字おっと落とす、カバーに行く、あっさりスリーカウント、力の差が歴然でした。どっちがいいかな、ナバーロ行ってみましょう。そう、これ最後の試合ですね、サムエル・ナバーロ対ベン・アレキサンダーです。スピードについていけない感じは言えますね、アレキサンダーバックドロップ、フットロック行くと DDT、 シドック、パンチ、キャメルクラッチ、うまくいってますね、ここまではナバーロ対策は。相性があるのかな、おっと、読んでますね、そうそう、おっと、ブードキングヘッドロック、逃げる場外へ、カウルはしません、お、椅子を取り出したナバーロ、ラ・マシトラル、DDT、 本気が見られますね、おっと、ドープキック不発男、足4の字、これはいい攻めですね、ヘッドロック、お、置いて、追いついた、クラス戦、そしてこれです、この技がある、ノザンライトボムですね、変形の、さあアレキサンダーパーですね、はそっとスピードで対抗、そしてまたもノザンライトボム、パーもありますね、キッチンシンク巻き返した、エルボー、ラニアット、 DDT、 おっと飛びついた、
ックして、ショルダースルーか。ヘッドバット、キシンク、マタド、これがあるんです。で、ムーンサルトフォール 2.9。 あと、またもだ。あと、スピンキック、靴に落ちる、ね、アレクサンダー。あと、丸め込む、こういう小技もうまいですからね。カウント2、カメルクラッチ、落ちる、飛びつく、ブレーンバスター、場外へたまらず。さあ、呼吸を整えます、ベン・アレキサンダー。崩れ落ちる、ちょっとスタミナの残りが心配、ベン・アレキサンダー。さあ、ナバーロはスピードで追い詰めます。腕を攻めるナバーロ、ブレーンバスター、エルボー、再びパワーボム投げっぱなしだ。カバーに行く、カウント2、腕を攻めます、腕殺し。そしてこれはおー、リリースですね。決まった、フォローいただきましたね、ありがとうございます。はい、ということで、今回国際プロレスのシリーズ、お届けいたしました。次回はですね、また新しいレスラーをビルドしてみようと思います。どんなレスラーにしようかな。足を徹底的に攻めるレスラーかな。そちらを作ってみたいと思います。ぜひご期待ください。よろしければチャンネル登録、Twitch で配信を行ってきましたので、 Twitch のアカウントフォローお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。アーカイブ YouTube にアップロードいたします。2日後30日21時にプレミア公開いたします。ぜひアクセスお願いいたします。
YouTube のチャンネル登録、高評価もお願いいたします。ディスライブアーカイブアップロードマイ YouTube チャンネル2 days after my YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして、旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アクセス、アカウントのフォロー、リポスト、いいね、ぜひお願いします。ツイッター X マイアカウントビジット&フォロープリーズ&リポスト&グッドボタンプリーズ。ファイアプロレスリングワールドライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。